し。雨が、はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、金曜日、仕事休みになりまして、雨です。雨なんでね、ちょっとね洗車をしようかなと思って、はい、こんな感じで、私これベルファイア買って1回もね、そのコーティングとかなんかそういうやったことないんですよ。以前乗ってたゴルフは結構やってたんですけど、手洗いで。これだから全然水弾いてないでしょ。鳥のうんこもついてますし、まあ、こんな感じでね、べしゃべしゃなんですよ。ほら、ボンネットもこんな感じにも水がね、だらーっとなってますけども、これからちょっとエネジェットウォッシュの洗車機で洗車をしたいと思います。よいしょ、よいしょ。もう雨降るとこれになるけ嫌ですよね。この辺がもうペチャペチャになるけんね。でですね、エネジェットウォッシュのね、さっき料金見よったんですけど、一番高いやつが2000円ですね。2000円でね、アワブロースプレンダーコートっていうのがあるんかな。あれが一番すごいんかな、はい、あ、でも店舗によって違うんかな。アワブロープライムコートっていうのもあるね。うん、所要時間6分ぐらいで、そう、撥水性もまあまああるんかな、はい。まあ、とにかくね、一番高いやつをちょっとやってみようと思います。普段、下から2番目ぐらいのしかやってないんで、ちょっとどんなもんかやってみようと思います。この雨が、せっかく雨が降ってるんでね、洗車してみてから、まあ、水の弾き具合とかね、そういったものがね、どんな感じなのか見てみたいと思います。さあ、ご覧の通り貸し切り状態でございます。エネジェットウォッシュのご利用、現金ありがとうございます。チップ、あ、これだね、やっぱ。え、これが一番高い。アワブローグラスコート2000円。トッピングはいかがですか。トッピングはいいです。装備品があれば、ないです。購入内容でよろしければ、はい、ね、確認ボタンを押してください。お金を入れてください、はい。お金は、あ、高いな。同時に入りますか、全部1枚ずつ入ってた。よし、あ、入ってた。1000円、はい、2000円。お金を追加してください。はい、はい、OKお客様の洗車を受けたまわりました。はい、ありがとうございます。よし、さあね、誰一人として洗車してる人いませんけども、逆にね、こういう時に雨の日に洗車するのはいいんですよ。ホコリが青くなってますから。まだ、よし、 OK、はい、ミラー温めました。はい、じゃあエンジンも切ります。さあ、実際に6分ぐらいかかるんかな。時間を測ってみとこうか。はい、じゃあ計測開始。1分半ぐらいって書いてあったな。まあ、とりあえずはこれは水で流しとんかな。おお、おお、おお、泡が、泡が、上質な泡が、いいね。これは綺麗になりそうだわ。全然違うわ、いつもやっとる洗車の分の泡と。これが泡、ブローコートだったっけ。
それの威力でしょうか。すごいね、いい感じです。ちょっとコーヒーでも飲みながら、うん、誰か見よる？見てない？ね、あ、ここでアホが洗車しおるぜって、草雨が降りおる中でってね、誰も見てないね。これ甘くないやつだ。砂糖不使用なんでね、これ一見甘そうな色に見えますけど甘くないです。カフェラテです。説明書きにはそのコーティングみたいなね。だけど多分もう一回泡が出るんじゃないの。今1回目が終わったでしょ。あ、すでにほらもう水玉がちっちゃいもんね、さっきより。さあこれは何の段階。あれ、泡が出てないね。泡は1回か。これにもあのそのなんか液体が混ざっとんですかね。え、これ本当に水弾きおるか。これはどうなんだろう。この液体はなんか、わわあ、でも違うね、やっぱ多少は。まあ元々のガラスが汚いんでね、これ。あ、でもほら雨粒が、粒がちっちゃくなったね、さーっとね。縦に筋ができるようになったよ。あー、これ多分なんか混ざっとんだわ、薬剤が。あー、ほらほらほら、やっぱりちっちゃくなってきた、雨粒が、水滴が。さあ今2往復目が帰ってきました。2往復目が帰ってきて今3分半。さあこれから最終工程の乾燥です。これがなんかあれ、コーティングの液剤ですかね、多分。乾燥の前になんかシャーって、水か、これは。ただの、何なんだろう、この瞬間が気持ちいいよね。水が上がっていく瞬間が、ふる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 。さあどう、ちっちゃくなった、水滴。拭き取りもしやすいんじゃないんですか、これで。ねえ、2000円かけたんですから。2000円でさ、そりゃ手洗い洗車みたいにさ、あの1万も2万も出してやるようなコーティングみたいになりゃそりゃいいけど、まあそれはならんもんね、さすがに。うん、ちょっと軽くじゃあ拭き取ってみましょうかね。はい、よし。ちなみにね、6分かかりませんでしたね。多分5分半ぐらいで終わりました。あ、粒確かにちっちゃいわ。粒がちっちゃくなったわ。うんこ取れた？あ、うんこも綺麗に除去されてますね。すぐちっちゃくなったわ、ほら。あ、よかったよかった。あ、大丈夫、バンパー板金したとこは剥げてないよね。あ、大丈夫ですね、よかったよかった。さっ、お、さっ、さっ、さっと、おー、
うわ、綺麗綺麗。あ、いいね。ほら、この辺もさ、このグリルのこの、まあ、メッキみたいな部分も拭き取りにくいんですけど、いい感じですね。あー、いいわ。仲間が来た、仲間が。戦車仲間が来ましたよ。やっぱね、分かってる人はね、やるんですよ、雨の日に。今あこで洗車してる人が見てましたね。恥ずかしい。よいしょ。まあそんなの気にしてたらね、動画撮影なんかできませんから。よいしょ。生朝青龍を見られちゃいました。いやー、気持ちいいね、やっぱね。こんだけ吹いたって、今これ雨降っとんですけど、拭いてくそばからこう濡れていくっちゅうね。あー、この辺やっぱこれがもう、こういうのちゃんと拭いとかないと、こういう泡をね、この辺のこの泡を拭いとかないと後になる。こういうとこもう後ろのワイパーなんか使わないんで、たまに間違えて作動させてしまうことはありますけど、年に多分 5,6 回ありますよね、後ろのワイパー間違えて作動することがね。よし、まあこの辺も一応拭きました。あ、ここが甘かったね。ここここ、こういうとこね、ホコリがすごい溜まるんですよね。このレバーのとこへね、ここへね、結構溜まるとこ。はい、あとは、今から掃除機をして終わろうと思います。この辺も結構ホコリ溜まっとったんでね、今拭きましたけども。はい、まあね、子供がね
ソフトやってると本当、まあすぐ埃っぽくなりますよ、どうしてもね。うん、はいはい、掃除しよう、掃除機かけます。お、なんか掃除機も新しくなった、これ。マットですね。マットの上に僕はあれを今のを敷いてます。運転席と助手席はね。助手席はやっぱあんまり汚れてませんね、普段乗る人がいないんで。いいだろ、綺麗になった。終わった、ちょうど終わった。線が絡んだ。ボコンボコン当たる俺、これ。はい、ということでね、綺麗になりました。あとはゴミほどちょっと捨てさせてもらって、はい、綺麗になりました、本当。ありがとうございます。雨ね、あ、まだ降りおるな。雨降ってますね。お、しっかりした洗剤がある。ここはお、あ、またいけた。水が弱い。うわ、紙がないじゃん。あっちゃ。かっこいいね。ということで、洗車が終わって一段落ですね。結局掃除機までしましたけども、なんか久々になんか
思い出したな。免許取ってね、自分の車買って、当時付き合ってた彼女がちょっと遠くに住んでたんで、広島の西の方、端っこの方にね。そこへね、夜勤が終わってね、マツダの派遣で働きよった頃ね、夜勤が終わって、あっこの高大高校の先か、アルパークのとこか、あのエネオスでね、洗車して今みたいに、で掃除機かけて遊びに行ってましたね。あ、ゴミ捨てるんですよ。ちょっとゴミだけ捨てとこう。こういう時にね、捨てとかんと、意外とね、ゴミは勤めとってもね、乗用車のゴミって捨てることがないんですよね。バックでします、ピピピピピピ、バックでします、ピピピピピピ、バック、バンパーまだまだ、もう今ね、視聴者さんが、そう、ちょっとおられてお声掛けいただいて、ステッカー渡してきますすごい、僕しか映ってないんで、僕しか映ってないんで、すいません、ちょっと裸なんですけどいいです。 ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。頑張りますありがとうございます、ご安全に、はい、ありがとうございますいやー、ほんとタイミング良かったっすね。お金下ろそうと思ってイオン来たんですけど、ちょうどまだ開いてなかったんですよ、シャッターが閉まっとって。ほんで車の方戻るったらね、こっちの正面の方に回るったら、今の視聴者さんがおられて、タイミングよくね。はい、あ、すいません、めっちゃ滑るし、下がよいしょ、 OK、 そうなんですよ、よいしょよいしょ、いやいやいや、タイミング良かったわ。あ、今行かれよってやな。でちょうどね、そこの職場の方もね、自己チャンネル見てくださっている方がいるみたいで、もう1枚ステッカーお渡しすることができました。だから今日で2枚減りましたんで、ステッカーまたね、あと12枚ぐらいになったかな。よかったよかった、ほんとたまたまね、ほんと僕が銀行強盗しに来てからうろうろしょったんで、タイミングよくひっ捕まえていただきました、ありがとうございます。ほんと、お仕事頑張ってください、ご安全に。よいしょ。さ、じゃあ今日はね、本当はね、今日海田の方にね、無料のキャンプ場があるんですよ。そこであれなんかしようかと思ったんですけど、もうあいにくの天気なんでね、さすがにやめましたけども、まあ、またそれは機会があれば行こうかなと思います。
どっちにしても夕方また子供迎えに行かないけんしね、学校に。今日雨だったんで送って行ったんで。そう、まあ休みといえどもね、なかなか時間はございません、本当ね。よし、じゃあ本日はこの辺で終わろうと思います。はい、素敵な、最後に素敵な出会いがあって嬉しかったです。ご視聴ありがとうございました。